はい、ということで、今回面接をしていただいたんですけども、一つちょっと疑問に思ったことがありまして、今回面接していた曽和さんの面接とフィードバックすごい的確だなと思いはしたんですけども、実際人事の方って30分で本当にその人のことを見抜けるのかっていう疑問があるんですよね。曽和さん、30分で人のことを見抜けるって思いますか？いや、もう限界があると思いますね。例えばさっきの話で言うと、創造性についてはクエスチョンで終わるわけですよね。いっぱいいろんな側面とか特徴があるはずなんですけど、そのうちの一部しかやっぱりわからない。で、こっち側には採用基準があるわけですよね、うん、でそれのこことここは埋まったと、あとこっちは不明だったっていうので、だいたい1回の面接終わり、うん、で、なんで面接って何回もあるかって言ったら、一次ではこれ確かめられると、で次二次面接ではここがわかんないんで、じゃあちょっとこういう話聞聞こうとかってなって、だんだんこう埋まっていく感じなんですね。採用基準に満たしてるかどうかっていうのが、うん、っていう感じなので、まず1回の面接でその人の全てを分かるっていうのはちょっと不可能というか。ちなみに今一連の面接終わったと思うんですけど、曽和さんからのフィードバックって当たってましたか？当たってました。おー、はい、みんなね、素直なんですよね。一番力を入れたことは何ですか？だから一番力を入れたことを、じゃないんですよ。面接っていうのはどんな質問を聞かれたとしても、あなたはどういう人ですかって、これだけなんですよ。本当に何やったかなっていうのは、まあ極端な言い方をすると興味ないんですよ。別に黒人差別の解決するために服作ってどうだったっていうのは、それをどんな人かっていうのを知るための単に手段に過ぎないわけですよね。そう考えた時に、一番力を入れたことなんですかって聞かれたからじゃなくて、何をまず伝えたいか、その伝えるエピソードっていうのはそれは的確なのかっていうところが先に出てくるといいんじゃないかなと。その質問に対しては、その人柄をより象徴できるような、その内面の成長を伝えられるようなこと、能力とか、まあ性格ですよね、まあ、それを人柄とか人となりとかってよく言いますけども、それを知りたいだけなんですよね、単純に言うと。それをどんな人となりですかって聞いてもいいことしか返ってこないし、本当か分かんないんで、エピソードでそれを確認してるっていうか。ちなみになんですけど、面接官からして、そのガクチカの凄さとか実績ってあんまり見てないっていう感じなんですか？成果は自慢大会ではないですよね、少なくとも。みんな成果は50歩100歩だっていうふうに、社会人のレベルだったら思ってることが多いと思うんですね、うん、だから50歩100歩のところをね、いろいろ言われてもあんま関心がないっていうか、人事の間では何々を何倍にした話っていうよく言うんですけど、確かによく聞く、そういう話ばっかりされるんですよね、うん、ぐらいの感じで、なるほどで、それは置いといてみたいなね。なるほど。感じでプロセスばっかりにしか興味がないというか、失敗しててもいいんですよね。なんなら失敗してる、すっごい頑張って苦労して失敗してるものの方が自分らしさとか現れるっていう。ピンチの時に人っていろいろ出るじゃないですか。エピソードはあくまでも自分の人となりを表すためのツール。結局ハイパフォーマーの特徴をそういうので見てるとですね、仕事をできる人って普通だったらつまんないなと思うようなことだったりとか、まあルーチンだから嫌だなと思うようなことに意味付け力してすごい楽しめる人だったりとかするんですよね。むしろ平凡な日常の中に何か意味を見つけて、もうこれは人事の中で言うと意味付け力ってよく言うんですけど、そういうことできてる人の方がなんか印象いいんですよね。だから別にコンビニで3年半アルバイトしてましたみたいな話の方が実は刺さったりするんです。うん、なんかそうい う, こう派手なこと言おうとするとね、なんか学生さんよくあるのは、まあ、バックパックでインドとか回って、よくあるよくある、東南アジアとかなんとかとかで、それでこんなもんがあってこんなものを見てとかってね、悪くないんですけど、まあその話ってね、話は面白くても自分のこと話さなきゃいけないのに、すごいのはインドだったりするわけですね、うん、インドすげえね、確かにみたいな、でも君は別にあんま関係ないよねみたいな感じになっちゃうんですよね。なんか一般的な就活生、ちょっとよく見せようと思って取り繕うみたいなことはよくあると思うんですよね。人事から見たら分かるもんなんですか？分かりますよ、分かりますよね。というかさっきずっと僕の質問っていうのはなんか事実確認をずっとしてたみたいな感じで、なんかもしかしたら刑事みたい、尋問受けてないようなね感じがしたかもしれないんですけど、これに嘘ってつきようがないんですよね。一般論になるんですけど、盛るっていう作業っていうのは本当に危なくて、私はこんなすごいことしましたってまずドーンとでかく出てね、その後裏取られるわけじゃないですか、ずっと。って言った時に、そんな大したことなかったとすると、どういう頭の思考になるかっていうと、これぐらいのレベルのことをあなたはすごいことだっていう人なんだっていう風になるんですね。何事においても当たり前水準って実はハイパフォーマーを見極める上ではすごく共通した要素で、例えば同じ言ったの今回の1500ドルっていうのも、まあ、これちょっとテクニック的になるんですけど、まあ、そんな大した成果残せなかったんですけど的な感じで言って、まあ、でも他の3倍は言ってましたけどねみたいなぐらいの方が当たり前水準高い人だなって思ったりするわけなんですよね。
まあ、ちょっと思ったのはヒップホップのチームでね34人いてそれをやろうって言った時どうだったって話をした時にみんないいじゃんやろうぜってノリノリだったっていう話だったじゃないですか。だからそんな大変なことでもなかったんだなっていう感じがちょっとあったんですよね。服作るのもできますよね。でマーケティングは確かにうまくいったんだろうけれどもっていうことで言うと特定の成果っていうものをどれぐらいのものとして認識してるのかっていうのは結構ね評価基準として裏であるんですよね。だから盛るっていうのはその全く反対のことをやってることなんでマイナスなんですよ。倫理的な意味で言ってるわけじゃなくてその人の当たり前水準っていうものを見たい結論として見たら謙虚に話す方がいいわけなんですよね、はい。今日のお話をまとめると多分30分で人事見抜けるのかっていうテーマだったんですけど多分ソワさんは見抜けますねっていう結論聞いてありましたね、はい、事実をもとに判断されているってところは就活生にもすごく参考になるのかなと思うのでぜひ参考にしてみてください。あとちなみにソワさんの会社でも今新卒採用をされていて下の概要欄から応募できるのでよかったら覗いてみてください。よろしくお願いします、はい。ということで本日は皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。